アルバメイヤーはアメリカ合衆国の元陸上競技選手である。彼は1912年に開催されたストックホルムオリンピックに参加して100メートル走で銀メダルを獲得した。ニューヨーク生まれのメイヤーは100メートル走を得意とした選手だった。彼はアベル・キビアットやマイヤー・プリンスタインと同じくアイリッシュ・アメリカン・アスレチック・クラブに加入している。 ユダヤ人メンバーの一人だった。ストックホルムオリンピックでメイヤーは100メートル走と200メートル走に出場した。100メートル走には22カ国から70人の選手が参加して1912年7月6日から7日の日程で行われた。予選9組でメイヤーは11秒6の記録で1位となり、準決勝へ進んだ。準決勝では10秒7の記録で1位でゴールし、 決勝へ進出した。決勝はアメリカ代表のハワード・ドリューが準決勝で負傷して欠場したために5人だけで行われた。メイヤーは同じくアメリカ代表のラルフ・クレーグに0.1秒の差で敗れ銀メダルを獲得することになった。このオリンピックでメイヤーは200メートル走にも参加したが準決勝で敗退している。100メートル走の予選は 70人の選手を17組に分けて1位と2位の選手が準決勝へ進出する形式で行われた。ただし、組の人数は1人から6人までまちまちだった。なお、準決勝では1位の選手のみが決勝に進出する資格を得ている。詳細については、英語版の当該記事を参照のこと。ありがとうございます。